本日のですね、テーマはですね、エステを超えるセルフ、超回復セルフマッサージということで、まあ、僕は筋肉痛対策とかで行ってるんですね、セルフマッサージをご紹介します。で、ね、マッサージに関しては、 あの、やった方がいいということが分かってまして、あの、研究とかを見てみると、なぜかっていうと、筋トレをした後だったりとか、もちろん疲れてる時もそうなんだけど、筋トレした後とかにですね、マッサージをすると、すぐね、やるのが大事なんですけど、あの、すぐマッサージをすると、どうなるかっていうと、あの、筋肉中の血管の量が増えたって研究とかあるんですよ。で、これどういうことかっていうと、筋肉中の血管の,の,血管の量が増えるってことは、イコール、疲労回復能力が上がるんですよね。要するに、血管の量が増えるから、 血液をたくさん送れるし、老廃物質を流すのもね、とっとと流せるし、ね、あの栄養、ね、回復のための栄養素とか酸素とかそういったものも行き渡させることができるので、まあその筋肉痛、筋肉、筋トレとマッサージをセットで行うことによって、どうやら僕らの体ってのは筋肉痛になりづらい体とかね、疲れづらい体になるよね、という話なんですよ。ところが、 まあ、筋トレをした後、毎回マッサージができる人なんていないですよね。アスリートかみたいな話じゃないですか。アスリートとかだったらさ、あの、なんだろう、あの、専門の人がさ、あの、横についてさ、やってくれたりとかするけど、そうじゃない人はできないので、そう、今回は僕もやってるセルフマッサージっていうのをご紹介します。で、これ何かっていうと、あの、自分で自分のことをマッサージするってことです。も、ま、う、あ、そのままなんですよセルフマッサージですね。で、これができるようになると何がいいかって、当然、あの、疲労回復にも効果あるんですけど、それだけじゃなくて、 結構ね、瞑想みたいな効果もあるんですよ。で僕、そっちも狙ってやってて、自分でこうマッサージするときに、その、なんだろう、体の感覚に注目をしなくちゃいけないんですよね。そのあ自分の体のど,どの分部分がどういう痛みがあるかなとか、どの部分に違和感があるかなとか考えながらやるんですよ。で、この自分の体の感覚に集中するっていうのは、まあ、いわゆるこうボディスキャン瞑想と同じで、瞑想の効果が。 かななり高くなるんですよね。だからもう僕は筋トレとか運動した後、今日紹介するセルフマッサージってやつを一通りやるんですよでこの一通りやると何起きるかっていうとさっきも言った通りですけども瞑想の効果もあるとでその筋肉の回復能力も上げると一石二鳥になるんですよねで筋トレしてない人もやってもいいと思います瞑想だと思ってセルフマッサージしてあげるとだいぶですねあの当然体にも気持ちいいですし あと、移動中とかでも簡単にできるんですよ。そう。そういうものしか今回用意してないので、か非常にシンプルなテクニックがなってるんですけど、シンプルであるがゆえにいつでも使えるんで、まあ、毎日ね、怪我を向いた時とか、あの、仕事と仕事の合間とか、まあまあ、あの動画見ながらとかやってもらうと、まあ、よりですね、効果が高くなるんじゃないかなという感じですね。はい。えっ、ー、と、マッサージをするときに、 まあ何もなくてもできるんですよ。服の上からとかやってもできるんですけど、より効果を高めるための、あの、マッサージオイルとかエッセンシャルオイルの紹介から今日はやっていこうかなと、はい、いうふうに思ってます。はい。えー、じゃあですね、やっていきたいと思います。はい。えー、で、エッセンシャルオイルとかアロマオイルですね。えー、これの選び方をまず紹介しますけれども、一応今日は、あのー、論文とか研究によって、そのマッサージとか、なんかこう、皮膚にね、直接つけてやるこういうマッサージとかで、えー、使うと、なんかその、 筋肉痛を抑えてくれたりとか、疲労感とか、痛みとかを軽減してくれる可能性が高いと言われているオイルを、えー、と優先して紹介します。なんで、まあ、あの、今日後半はね、セルフマッサージのお話を、僕がやってるセルフマッサージの話とかするんですけど、前半の部分では基本的にはこのオイルの話をしようと思います。なんで、普通に皆さんが、例えば筋トレをした後に、そのオイル 塗るだけでも、あの、効果が出るようなものを選んでます。はい。だから、もうそれこそ、ね、あの、じゃあ筋トレした後保湿するとか、えー、女性の方とかでね、主婦の方とかだったらお風呂上がりに保湿するとかっていう時に、ま、例えばその、肩こりだったりとか筋肉痛とか、まあ、そういうものも同時に改善できたらめっちゃいいじゃないですか。なんで前半はそういうオイルを、えー、紹介していこうかなというふうに思います。はい、えー。で、このエッセンシャルオイルなんですけど、基本的にはいろんな研究でですね、あの筋肉痛とか、あとは関節痛ね、 普通に関節が痛いって人いるじゃないですか。で、この改善に役立つっていうふうに言われてます。はい。まあ、で、ただ、あの、一席言いたいのは今のところエッセンシャルオイルの効果ってまちまちなんで、あの、人によってこのオイルが効果あるけど、人によっては効果ないってものとかあるんですよ。だから、まあ、あの僕もやったんですけど、いろいろ試してみるのがおすすめです。はい。ただ、あの、エッセンシャルオイル自体の研究っていうのはまだまだですね、途中、研究途中ではあるんですけれども、基本的には安全性は高いんで、 あの、例えばエッセンシャルオイル塗ったから、すげえ副作用が出るとかってことはないので、だからまあ試してみる価値あると思います。普通に。あの、香りとしてもね、あの、いい香りにあのなりますので。はい。まず一つ目。はい。え、一つ目がですね、アルニカオイルです。はい。いきなり聞いたことないオイル来たって思った方がいらっしゃると思うんですけど、結構ディーラバーはね、こういうの多いんですよ。なんかあんまりみんなが知らないね、知識とか、その紹介していきたいんで、はい。アルニカですね。で、アルニカはね、多分痛みを和らげるっていう効果としては、い 一番、あのー、効果が高いかも、アルニカが。まあ、期待大っていう感じですね。はい、一番期待が大きいのが、このアルニカオイルってやつですね。なんでかっていうと、このアルニカオイルっていうのは、あのー、昔からですね、その、そのオイル自体にね、その筋肉痛とかで使うとかそういうのじゃなくて、そのオイル自体に、あの、痛みを和らげる効果があるっていうことが知られてるわけなんですよね。抗炎症作用とか、抗酸化作用が強いっていうふうに言われてるんですよ。で、このアルニカオイルは、まあ、今言ったとおり痛みを和らげる 効果があるだけじゃなくて、抗炎症とか抗酸化するとかもあるので、筋トレした後のね、この筋肉の炎症を抑えるた身に使うってこともできるし、あと普通にこれからの季節だとさ、ほら、日焼けとかさ、こう、いろんなこう炎症があるじゃないですか。そういった炎症の対策としても使えるんで、結構おすすめですね。で実際ですね、手術後の、あの、こう、 腫れだったりだとか、あとは打撲症の改善とかに使われることもあるんですよ。だからアルニカは結構強力なんで、えー、やってみるといいかなというふうに思います。はい。ただね、アルニカ気をつけなくちゃいけないのは、えっ、ー、と、人によっては肌に合わない人もいます。結構強力なあの薬草なんで、アルニカっていうのはね。そう。なんで、あの、試しに使ってみて合わなかったらやめた方がいいです。はい。っていうのはありますね。あとは一応ね、あの、摂取すると有毒なんで飲むのはやめてくださいね。あの、皮膚に塗るだけにしてくださいね。 はい。では、では、続いていきましょう。二つ目です。二つ目のですね、おすすめオイルはですね、えー、ベルガモットオイルです。はい。ベルガモットオイル。で、ベルガモットオイルはね、あのー、痛みを和らげる効果があって、あと、筋肉痛の痛みとか、あとはびれ。 ににもでですすねね効果があるるという,ふうに言われてるんです、ね、研究とか見てみると。であとはね、ベルマットオイルのいいところっていうのは、アルミカほど強力ではないので、まあ、おそらくいろんな人が使いやすいと思いますし、あとはね、そのね気分をポジティブにしてくれるって効果もあるってううに言われてるんですよそう。いい気分になれるんですよ、ベルマットオイルを使うとね。面白いよね。そうあとは、睡眠の質を高めるって報告とかもあるので、あの筋肉 ね、筋トレしすぎて筋肉痛になっちゃって、睡眠質が悪くなっちゃったりとか、なかなか夜寝れないって人が寝れるようになるって効果も期待して、あの、ベルゴマットールを使ったりするのは、えー、ありかなというふうな感じですね。はい。では、えー、続いていきましょう。えー、三つ目です。はい。 えー、3つ目のですね、オイルがカモミールオイルですね。はい。あの、カモミールの花っていうのは結構いろんな種類があるんですけれども、まあ、ローマンとジャーマンって呼ばれてる、ローマンっていう種類とジャーマンカモミールってやつですね。この2つは、まあ、ど,あのどちらもですね、あの、鎮痛作用とか抗炎症作用とか、あとはまあま、あこれはまあ普通にお茶とかでね,ね,ね,ね、カモミール取ってる人は知ってる人もいると思うんですけど、抗うつ作用があるんですよね、カモミールってね。はい。まあだからその気分が落ち込みやすい人なんかは、 まあその顔面ロールを使ったマッサージを瞑想と共にやってみるっていうのは結構ありかもしれないですね。はい。では続いていきましょう。はい。ユーカリオイル。ユーカリオイルはね、多分男性は好きだと思う。 はい。肌強めの男性だったら全然ありだと思います。あの、実際にですね、研究とか見てみると、ユーカリオイルの局所塗布。あの、例えば痛い場所とかに、こう、ちょっと塗るだけね。はい。で、この局所的にこう、ちょんって塗布すると、何が起こるかっていうと、ユーカリオイルってね、ヒヤッとするんですよ。ひんやりした感じがするんですよね。はい。で、このひんやりしてる、その、感覚を与えてくれる効果によって、筋肉の痛みとか、あの、炎症が軽減するよというふうに言われています。はい。実際、動物実験なんですけど、ユーカリオイルが筋肉とか関節とか皮膚の痛みをやらげたって研究とかもあるんですよね。あとはね、別 研究でユーカリオイルってこう膝とかのこの関節を人工的な関節に置き換えるっていうクソ痛い手術があるんですよ。で置き換えた後も結構痛いんですよやっぱり人間が本来持ってるもんじゃないので。でそういう人たちってすごいずっと、まあ、関節はねその取り替えたんだけれどもあの痛みに悩むんですけどもうこういう人工関節の痛み。 を柔らげるっていう、そういうですね、あのデータも出たりとかしてるんで、関節の痛みとかにも結構効くんですよね。だから筋トレガンガンする人で、スーッとするのが好きな人。特にこれからの時期なんかはこうね、清涼感とかも大事だと思うんで、そういう人なんかはユ料理を使ってみるのも、えー、ありですね。はい。まあ、そんな有ー料理でした。ついていきましょう。ジンジャーね。生姜です。はい。あの、ジンジャーオイルもね、やっぱりね、あの、筋肉痛の痛みが柔らぐっていう、 筋肉痛の痛みってなんかすごいなんかあれですね。なんかもう、おかしい日本語使いましたけどね。筋肉痛が柔らぐっていうデータとかも出てるんですよ。うん。で、あとは、腰痛とかにも結構いいんじゃないっていうふうに言われてて、あの、このジンジャーオイルを、あの、腰痛のね、治療として使った実験とかあるんですけど、まあそうすると、ジンジャーオイルを使った、これスウェーデン式マッサージだったんですけど、まあマッサージは別に何でもいいと思うんですけど、はい、ジンジャーオイルを使うと、あの、痛みの軽減とか、あとにその腰痛のね、その改善とかに効果的だったってことが分かってるんで、まあジンジャーオイルなんかもいいかもしれないですね。なんか、 デスクワークとかで、あの、腰が痛くて、とかって人なんかは、じゃあ俺もあるかもしれないかもしれません。はい。それではですね、ここから先は、ね、例のですね、瞑想の効果も期待できると思って、僕もね、やっている、えー、セルフマッサージ、エステを送るセルフマッサージの話をしていきたいと思います。まあ、あの、普通にね、服の上からとかだったら、こうやって自分で、なんかこうね、やってもいいですし、あとはまあ、普通に脱げるんだったら、あの、アロマオイルとか、 あてか、その、さっき紹介したエッセンシャルオイルね、マッサージオイルを使ってもらって、で、そのマッサージオイルを使いながら、こう、自分でやってみるとかもいいと思います。はい。ぜひですね、えー、参考にしてみてください。というわけでですね、ちょっと風がすげえな。はい。それでは、えリロの方でぜひやっていきたいと思います。はい。それでは。